ドカベンの水島新司さんがお亡くなりになりましたね。まあ昭和、そして平成、令和時代は漫画描いてなかったのかな。あ、とにかくものすごくビッグスターですよね。野球の漫画といえばこの人がもう抜きん出てすごいということだと思います。逆に言うと野球以外の漫画ってあんまり知らないですよね。まあ実際書いてないのかもしれませんけども、あ、なんか書いてたかな、ゼニッコとかへの書いてたかもしれないですね。ドカベに出てくるキャラクターのスピンオフみたいな感じなんですけども、そういうのあったかもしれない。そうですね、昭和を駆け抜けた漫画家といえば手塚治虫さんがいるのと、あとは千葉哲也さんとかいるかなと。その他松本零士さんですよね。まあ他にもいっぱいいるでしょうけども、じゃあ私たちはね、どんな作品を残せたんでしょうか。もちろん読者は山のようにいるわけではありません。でもこの億万長者合宿につきましては、お互い最低一人は読者いますよね。お互いですよ。もうそれだけでもね、すごいことだと思いますよ。だって最初から最後まで自分の作品の読者が、この人だけは自分の読者だっていうのがいるわけじゃないですか。多分吉谷さんがどんなに仲いい人でも、吉谷さんのお父さんお母さんでも多分億万長者合宿は見てないと思うんですよ。そう考えたら家族でも見ないものを見ているというね、この壮大な作品、それが億万長者合宿シリーズ全編1万話以上ですか。今もうすでに3000数百話撮ってますけども、まあ、これなかなかすごいんじゃないかなと思いますよね。それからなんかね、ちょっと家族の話が出たんですけども、やっぱりその家族ってあれすごいなと思うな。家族っていう、言ってみれば作品をずっと身近で見ることができるっていうね、しかも自分も登場人物というね、だから人生そのものがまさに物語であり、コンテンツ起承転結で、たまにオチがないっていうね、オチがない人生もあるわけですよ。何だったんだろうか自分の人生はみたいなね、起承転結の起だけで終わる人生もあると思うんですよ。人ともかんともですね、まあ人生が終わるまでにいろいろと終わらしとかないといけないってことですよね。人生が先に終わっちゃったらね、本当に身も蓋もないという、オチもないというね、落ち着かない人生ということになると思います。じゃあ水島誰でしたっけ。あー忘れた、すごい忘れちゃった。ドカベン、水島雄二、ドカベンですよ。とにかく忘れた、なんかすごく覚えてたのにな。そういうことありますよね。水島新司だ、水島新司先生に本当に青春を彩っていただきましてありがとうございました。